福田治虫県5月から1889年8月17日は大阪出身の江戸時代末期から明治時代にかけての数学者。子供は数学者の福田治虫県で弟子には岩田清久、松見文平らがいる。丸山武雄の筆算を広めた男幕末、明治の算数物語という本に生涯が描かれており、題名通り、 日本に筆算を広めた人物として知られるほか、1834年には、兄の、またと共に、大阪の和三塾であった、順天堂塾の創立者としても知られる。また、主な作品に1857年に、日本で最初に、西洋の数学について紹介した、西山測地や、1879年には日本で、最初に、数学史の本としてまとめ上げた、書物、 三宝玉手箱、日本初の解析機科学書である大美石十九薬会がある。名は、泉とも名乗り、号は、利権、順天堂で、兄は、利権と同じく数学者の福田福。主に測量や天文などの技術を弟子に教えた。1877年には、日本初の学会である東京数学会社の設立に参加した。1818 18年5月に、 大阪の庄屋に生まれ、兄の、またと共に、数学者の武田誠元のもとで、数学歴術について学ぶものの、福が奉納した山岳に書かれた証明をめぐって、誠と福が対立し、誠が福を邪道と求断して破門した。破門された福は、利権と激しく反発し、論争となったため、徳島藩出身の数学者である、小出県生のもとで学ぶようになる。 1842年には、土見かど家に仕え、大阪の南本町に私塾を開き、弟子の岩滝吉勲佐を指導した。1854年頃より1867年頃までに、かけて、当時では最先端だった、測量書である、測量修正を表す。1857年には日本で最初に、西洋の数学について紹介した、西山測地を表した。 1871年の明治維新後には、東京に移住し、神田猿学長に、順天堂元愛実と呼ばれる和三塾を開いた。1877年に、東京数学会の創立に貢献し、後に、弟子の松見文平が、順天堂元愛実を受け継ぎ、文平は順天中学校の校長に就任する。 1878年から1879年にかけては算数の証拠からわかりやすく説明し、1886年には文部省の小学校指定教科書となった明治小学人工期を表す。また、同年には日本で最初に数学史の本としてまとめ上げた書き物である三宝玉手箱を表した。利権はその後、 大阪に戻ったが、規範した理由及び生活は不明である。その他の著書として、ただし弱敏乱、順天堂散布が挙げられる。順天高校の学生が、現代にタイムスリップしてきた、利権が高校生に数学を教えるというストーリーのドラマを制作中である。丸山が利権を演じている。福田利権業績をドラマに、江戸時代、 筆算広めた山岳社著書出版の教授主演、順天講で制作、東京、毎日新聞長官2017年8月22日、A.B. イ穴が小吉、中村聖太郎、三村幸男、湯川秀樹、万有百科大辞典十六物理、数学、愛が哲夫、小学館、日本大百科全書、初版、474ページ。 A.B. 福田治県の著書順天160年史2012年9月26日閲覧測量地図大人の話2ページ2012年9月26日閲覧ありがとうございます